まさか。あのガキ。は、まあ、捕まってしまう場合と捕まらない場合とっていうふうに、まあ、端的に考えると、さっき迎えたクライムエンドの方が、おそらく捕まってしまった方のエンディングだと思われるので、これから、まあ、一応、最初からやっていこうと思います。それで、調べられるところは全部調べる。イエス、ノーで調べないっていう選択肢が出てくるところも全部調べると。それでいて、捕まらないようにするということですね。これが、2回目プレイの、ちょっと心がけておくことです。では、始めましょう。はい、ヘッドホン装着しております。そういえばこれ、さっきのクライムエンドを見た後にこの画面を見ると、引っ越した後の部屋やからこういう風にちゃんと、正方形状に部屋はあるんやけど、下が隠されてたんやね。で、ここにクライムエンドでは記者さんの死体があったと。これは引っ越す前やね、当然ながら。あ、そっかそっか。引っ越す前と引っ越した後では当然、間取りとかも変わってるんや。特にメールは入っていない。ていうか間取り広くなってんやね。引っ越した後の方が。ユニットか。ああ、沿ってるんか、びっくりした。うん、こんなもんか。電気シェーバーやね。セーブはやっぱこまめにしておきましょうか。上書きしても問題ないでしょう、さほど。行きましょう。ひったくり。ひったくりとかあんまり関係ないかな、でも。ひょっとしたら、真犯人として別のやつがおるっていうことなのかもしれへんけど。あさっさっさーさっさそういえばもうここで出れるんやね。バックヤードだ。先ほどの音はカウンター奥から聞こえたはず。トイレ、まあ、特に調べるものもないかな？ここでは。素直に調べましょう。確かこの後、最初にあの女が出てくるところで、追いかけられたっけ？あ、ないんか。最初、この後、最初の出会い。
あ、ここで出会うんやろな。だから帰るときに。その時に追っかけられたっけ？追っかけられるのはトイレの後やったっけ？で、一旦ここで、もうこれは上書きにしておこう。そっか、これもか。特に何でもない要素のような気もするけど、とりあえず見ておこう。調べられるところは、見ておけるものは全部見ておこう。ひょっとしてこれは、その事件があった時に、あ、これもか。事件があった日に似たようなことがあって、思い出すきっかけになるのかもしれへんな、こういうのは。放送終了後、これはニュースとか関係してくるのかな。だから、テレビを見なくなったきっかけとか。長い。うん。あ、これ捕まったらあかんのか。おーっとっとっと、あ、よかったよかった、突き放せる。おっと、そんな、ま、な、な、ま、な、ま、ダブダブ。ロードします。な、ま、ダブ。これで、捕ま、まあ、これは捕まる系の、ねえ、何？そういうイベントやと思ってしまうよね。逃げ切れるとは、思ってなかったわ。ここらでセーブしておこう。上書きで OK。最初は下から追ってきて、その後、上に、テレポートしてくるから下に逃げるっていうことやね。難易度上がってくるかな、これは。さあ、上に逃げよう。おーりゃー。そして下へ。あれ？これは無理なんか。嘘つき。今の下へ逃げられへんかったな。というのは上から来るのはもうそういうイベントってことかな。これで今度はトイレやな。メールチェック。音声がこれって確か届くんやったっけ。これはやっぱり落下して首つった瞬間の音声なのかな。っていうかそんなんどうやって撮ったんやっていう話やねんけど、まあ幽霊やったら何でもできるかな、こういうところは。他に調べられるのはないかな。まあ素直に外出るのが手っ取り早いんやろうけど。携帯か。これどうなんやろ。やっとかなあかあんのかな。確か最近やってなかったよね。これは2回目用のちょっとしたトラップなんかな。じゃあちょっとやり直します。ちょっとめんどくさいね、これは。
さあ、置きますので、メールと携帯か。これの二つをチェックと。で、もう外へ出ておいて。一応ゲームとしては、記憶、忘れてたことをちゃんと全部思い出す。そのために、調べられることは調べておこう。ということと、悪いことはしないでおこう。ということですね。女性の家で変なものを調べないと。そんな感じですかね。で、あとは、女に追いかけられた時は捕まらない。用意するという、この3点ですか。これで飛行機と電子音やったっけ？両方見ておこうと。そして電子音。これで1に上書きしておきます。はい、これで、上に逃げる。その後多分左右もどっちも逃げられへんやろから、2回目は捕まるだけやと思うやけどね。あ、やっぱり動けへんね。左も右も下も動きませんでした、今。じゃあ、ここで携帯とパソコン調べる。ということですね、もう一回。携帯を取って、パソコンで音声を聞くと。はい。最初の悲鳴と首が締まった時のうめき声と助けてと、それぞれなんか別の女性のような気がしてしまうやけどね。まあ、そういうのは仕方ないっちゃ仕方ないやね。では、2でセーブして、あとは調べるところも特にないと。これ、髭、そらな、あかんものやったらきついよな。まあ、そんな感じでしょう。こっちもなんもないか。そして、バイトへ行く。今度はトイレか。やっぱりなんか、シーン変わるときかな。なんか、ジーっていう音が聞こえるような気がすんねんけどな。じゃあ、ここで、セーブを開けておいて、ここちゃんと調べてないんやよね、確か。スナック。積まれた箱には駄菓子類。
アルコール類がケースに入っている。排水のプラケースは今は空っぽだ。箱には袋入りキャンディーが入っている。排水用プラス、せんべいが入っている。箱入りクッキー。チョコレート。チョコレート。賞味期限の切れた弁当。廃棄するのはもったいないなって毎回思う。箱にはチップスの、あ、これか。これやね。で、ちょっとずれてるよ。向こうから喋ってけえへんから、結局向こうの意図も、はっきりとは認識できてないんやよね。襲ってくるとか、その音声のところから、主人公は自分が犯人やと思う。あ、もうここで逃げるんか。はい、やり直しでーす。この箱やね。で、出てくると。これ逃げれるんかな、でも。行かないで。ウォッチをしろやん。今の声、あの女の。どうする？もう一度話しかけてみようか。これどっちやろう。とどまるか、バックヤードから出るか。どっちもありそうやな、これ。とりあえず、とどまるかじゃあ。バックヤードから出る。じゃあ、とどまろう。それで、これ以降やってくることで、ちゃんとエンディング迎えられへんかったら、このセーブデータに戻ってこよう。今の声、お前なのか？これで、どう逃げるんやったっけ？ここは？前にも。うん。確か、通行止めはあれか。公園の通行止め。キープアウトのあれ。どかそうか、じゃあ。また逃げるの？あれ？ここは。あ、先輩、ちょうどよかった。あれ？あ、まだ手が離せない状態っすか？もう、BGM ちょっと。あ、これは、バイクとか、あれの音か。風の音とかじゃなくて。いや、そうじゃないけど。あの女がいない。どういうことだ？先輩、何かあったんすか？いや、なんでもない。で、俺に何か用か？ああ、そうそう。あ、ここは一緒やね。行きましょう。ここは何か選択肢あったっけ？セーブデータ、3やね。もし何かあったら3に戻ってこよう。何かあったらっていうか、ちゃんとエンディング迎えられへんかったらやね。確か、ボーツはそうやった。忘れてた。確かここは中入ったら自分が首吊ってるんやったっけ？あなたも同じ。あ、ここ一応逃げることはできたけどってことか。そういう選択肢ね。自分がいる。持ち帰るか、捨てるか、か。あ、捨てたら、女の部屋に連れて行かれるっていうことがなかったってことか。っていう意味では、マフラーを持ち帰った方が良かったってことかな？あんまりセーブ分けるとな。また一巡して、データ3上書きしてしまうことになりそうやからな。ちょっと怖いけど。セーブはこまめにしてようかな。
もうここは仕方ないイベントやから。ここら辺で上書きしとくか。女が出てくると。これはどういう風に逃げるんやったっけ？あ、逃げれる。早いな、結構。お、あれ？今、右に誰かおった？記者さんかな？あの、ゴミ箱の、ゴミ箱じゃない、ゴミ袋、マフラー捨てたゴミ袋のところかな？どうしよう。ちょっともったいないけど、これ、セーブデータ5に上書きしておきましょう。これで、この箱は開けることができるやろ？確か、何やったかな？1回目のエンディング迎えた後の、アドバイスやったかな？女性の家に入った時は、悪いこと、良くないことはしない方がいいっていうのは、確かそこで聞いたことやったっけ。ここ、テレビとか、外出た時に、ゴミ袋を調べるとか。あ、これ、X でキャンセルしても何もなれへん。触らないでおこう、とりあえず。これ調べること自体もわかんのかな、ひょっとして。あ、確か前はテレビを見たか。テレビを見てゴミ袋を開けた。それは失礼に当たるってことかな。じゃああんまり詮索するのも良くないんかな。外に出ようとして、ん？家人に挨拶なしで出ていくわけにはいかない。どうするんやったっけ？なんか他に調べるものがあるってことか？あとは、風呂場でなんかあるんやったっけ？おっとっと、出てもた。そういえば自宅の引っ越した後かな、あの洗面器から水を捨てるっていうのも何か思い出すパターンのやつなんかな。ある程度調べたと。これで出ようとすると OK かな。どうも家の中には誰もいないよ、出られない。そして内側から鍵がかけられる。これはビビるよ。仕方ない。すぐ迎えに行くわ。これで鏡が、鏡やな。11055。これはでもと。クイズでも、クイズというか謎解きでも何でもないよな。これは、解くしかないものなのか、これすら解いてもいけないのか。110。そっか、これがあるんか。あなたはまた判断を誤ってしまった。しかし今回の犠牲者はあなた。
あー、それじゃあさようなら。これちょっとやり直してみるか。ということで、あ、いろいろ調べて、どういう風にフラグは、ここのフラグは管理されてるんかな。とりあえず、風呂と、何やろ、洗面の方、洗面っていうかキッチンの方を調べたらいいんかな。ああ、それだけではないと。こっちもかな、じゃあ。あー、まだか。それか、あれやね。一回選択肢を出して、調べないよう、こうやって、ね、やっておかないと、ひょっとしたら、外に出ようとするフラグが成立せへんのかもしれん。はい。OK かな？あ、やっぱり OK か。こんぐらいやっておかな？フラグは立てへんと。なぜ彼女は追ってくるのか。そこもまあ一応エンディング1の形やと、主人公が犯人やから、追い詰めようとして追ってくるっていうような捉え方はできるんやけども、どうやらそれとはまた別のようでもあると。11055。逆にすると、あれ？5って逆にしたら5か。ちょっ。開かない。ああ、じゃあ違うんか。110は逆にしても011。55011やよね、多分これ。逆にしてみても。よいしょ。ちょっと、体変に曲げたからなんか変な感じになったけど。55011違うかったもんね。うん、じゃあ仕方ないや。あ？この携帯ではどこかで見たような。どうしよう。引き出し？アクセサリー。雫型の青のネックレスに、小花のピアス。十字架のチョーカーにシルバーのリングか。フォトフレーム。マフラーっていうことはやっぱりなくなって、まあこれは多分記者さんの部屋なんかな？透明ナイト。テグス、え？絡まって、出て取れない。あー、これ微妙やな。あー、で、ラジオが、コードが引きちぎられてる。文字が書かれた紙が丸められて捨てられている。もう少しよく見て、あ、ちょ、なんだこれ気持ち悪い。助けてと書かれた大量の紙が捨てられている。これ、この家で
何をすればよくて何をしたらあかんのかが全然わからんぞ。あ、もう調べられへんのか。アロエリーナ。え？この正義ハンマーじゃないか。けど、ツルじゃなくてツタか。が、硬く巻きついて、で、このままじゃ取れないな。と、これはハンマーを取ればいいんかな？あ、ハンマーでこの木箱を開けるとか？じゃあ、テグス取るか。あ、指先切れたか。やっぱり素手じゃ無理だ。中に一つ見覚えのある赤いコードがかかっている。ゲームだと人形の中に鍵が入ってたりするんだよな。素手じゃ無理。小腹が減ったな。これはやめておこう。無礼なことを、う？冷蔵庫の中にはケチャップしか入ってない。そういえば鏡に妙な傷があったのはなぜ今それを？これを使えば傷がよく見えるかもしれない。少しだけ借りていこう。どういうことや？なぜそういう妙案というか不思議な考え方をするんや。悪いか、古いかか。これは、最初に調べた時じゃなくて、こうやって、探索フェーズになるみたいな感じなんかな、ひょっとしたら。それよりまず、鏡を調べよう。人んちの鏡に傷を見やすくするためだけにケチャップかけるな。で、あと余分なケチャップを拭けば。CR-055? あ、クロス。十字架？ここやったっけ？違う。こっちか？違う。あ、こっちか。十字架のチョーカー。何か引っかかるな。アクセサリーをもう少し調べてみる。イエス。え、どれ。電気が、まさかあの女のせい。だとか、もう悠長に調べてる暇はないかもしれない。一発勝負、どれを調べようか。十字架の長か、クロス。ね。クロス。十字架か。ん？十字架の裏に何か数字が彫られているな。01018。これで開けろと。01018。何の数字だ？01018。ポン。オッケー、よし、開いたぞ。って何も入ってない。あ、やっぱり二重底。あ、この金庫二重底になってるみたいだ。これは、ハサミ。ツタを切る。とりあえず、テグスの方か？とりあえず役に立ちそうだし、借りていこうか。イエス。ハンマーが取れ、ん？メモが一緒に埋まって。え？どういうこと？一応、ハサミで、ツタを切ってハンマーを手に入れたと。
そこでメモがあってまた殺したので、襲われて夢が覚めた。ハンマーで木箱を壊したり、あと手グスとかってどうなったんやろ。ひょっとしたらハサミで手グスを切ってっていうパターンやったんかな。ちょっとやり直してみるか。ここで戻ってきて、外に出ようとすると、出られない。で、メールが来ると。そして、探索フェーズが始まると。これで、一旦、ちょっと、何もなしで、01018入力してみる ?01018。開いた!何も入ってない。ちょっとこれで、この状態で、ツタ切ってみようか。これで襲われたら、なんか、調べる回数制限とか、があるのかもしれへんし、ないのかもしれへんしね。あ、でもメモもあったわけやしな。どうなんやろ。また殺したの。あ、やっぱり引きずり込まれた。ということは、これは調べたらあかんのや。ここで、もうこの状態でセーブしておこう。これで、01018。これ、数字なんか関係あるんかな ?118。1月18日ちゃうか。ハサミで、テグスを。あ!オッケーか。うまく取れた。テグスで?テグスで何をするんやろ。これは見えへん方がいいんかな?でも。しよっかな。やってみるか。とりあえずこの部屋も、やれることはちょっとやってみよう。それで、最終結果、何か見つけられるものがあれば、ね、それ以外の余計なことはやらないよ、僕みたいな感じで。ね。なんだこれ、髪の毛。それだけか。自分で切っといてなんだけど、気味悪いな。他には何もない。一応これ、携帯も見ておくか。少しだけ。この携帯最後の着信が半年前だ。姉の部屋か。姉の部屋やな。多分。それ以降はメール送信も発信履歴も残ってない。それに随分傷だらけで落としたのか。半年前、落ちた携帯。なんなんだ?なんだって言うんだよ。これは調べておいた方がいいな、携帯は。この手ぐすをどうすればええのかや。
クロス。目が光ってる。目の奥に何か埋め込まれてたり。目、ハサミもあるし、目を取り外してみるか。ハサミ万能やな。ガラスの目をえぐる。よし、やってみるか。え？あれ？今、一瞬あたりが赤く。ウサギの目の方も特に何もなかったし、気のせいか。え？どういうこと？心なしか目が赤色に染まっている気がする。これはやらん方がいいんかな？やらん方が良かったパターンかな？トイレ用洗剤。いや、用を足すつもりもないですけど。トイレは何もなし。じゃあ、浴室か。浴室とキッチンか。じゃあ先にキッチンを調べよう。これで食べる、食べない。一応調べてみようか。じゃあ、少しだけ。ねえ、ラスクみたいな食ってんか。少しマシになったかな。少し食料が減ったかバレないだろう。いや、まあ、悠長ですな。これだけやな、でも、今のところは。キッチンは。じゃあ、バストルーム、バストルーム、やね。バストルーム。体重計。さすがに、ここでは、髭は剃らない。いい風呂場。あれ？でもこれだけか。そうや。目には何もないんやったな。ということは、テグスを使って、どうするんやろう。ひょっとしてさ、これさ、この部屋で目覚めてから、いろいろちょっと調べる、ことができて、その後部屋を出ようとすると開かない。で、メールが来て、もう一回探索フェーズが出るわけやけど、一回目の探索と二回目の探索、一回目の時は何も、その、なんていうん、調べる調べないの選択肢が出た時は、一回目は全部調べないにしておかないといけないってことなんかな。で、二回目は、調べられるものは調べてもいいっていうことなんかな、これ。これで、違うか。根元から枯れかかってる。これをどうにかして開けたいね。
うん、これで引き出しを調べると、画面がザザッとなって、なんかもう時間がないみたいなこと言うんやよな。これまたカーペットの下とか、あったりはせえへんよな。ボタンを間違えた。木箱をどうにか開けておきたいんやよな。あれがどう、なんかな、最終結果のような気がしてるのよね、今。あれを開けることで、ここでのイベントを済ませることができるというか、そんな感じに勝手に思ってるんやけどさ。でも、調べられるところも、そんなに多くはないからな。出られない？さあ、どうしよう。調べられるところは調べたいよな、これ。隠し部屋とかがない限り。あと、細かく床に何かがアイテム設置されてない限り、調べられるものは全部調べたと思いますけれども。あとは、これで、その、襲われて下に落ちて夢が覚めるが、正式なこのイベントのクリアの仕方なのかな。わからん。でもそうするしかない。しかし、また殺したのっていうのもおかしいわな。お姉さんを事故とはいえ手にかけてしまったのが事実やったとしても、また殺したのっていうのは二度目もう一回やったっていう。ようわからんよね、それは。で、これで、できた。ここら辺はもう調べるところはそんなないから、このまま家に入ろうとすると、記者さんが。選択肢。次のイベントで選択肢は確かなかったよな。これはお姉さんの話を聞かされるっていうだけで。